放送席、放送席、ヒーローインタビューです。決勝ホームランのゴメス選手、そして勝利投手の藤川球児投手です。まずはゴメス選手にお話をお伺いします。まず最初のタイムリーヒット、ランナー2人を置いて初球から積極的なバッティングでした。Yeah, I mean, I'm trying to, you know, be aggressive, looking for good pitch, and try to get a hit. あの場面は積極的に自分が打てる球くれば行こうと、そういう気持ちで打席に入ってました。ナイスバッティングでした。さあ、そして決勝ホームランですけれども、3球目、会心の一撃だったんじゃないですか。You know, you think you had it after you hit it? I hit it good, you know, but...You never know, hey, and question, the wind's blowing sometimes. But I hit it good, you know. Just trying to do my best every time and help the team. まあ、しっかりと、強く打てたと思うんですけども、まあ、甲子園広いので入るかどうか分からなかったですけども、とにかく、自分としてはもうしっかりと強く叩こうと、それでつけて助けに入ってました。甲子園球場のファンの皆さんの声援を受けながらのグランド一周、どんな気分でしたか。Good, you know. I haven't hit a home run for a long time, but you know, I've been working hard. I know I'm a little struggling right now, but you know, it's part of baseball. Just gotta keep fighting, and like I say, try to do my best. I hope, you know, try to be consistent every game, every day.本当に気持ちよかったですね。しばらくやっぱり甲子園でホームランが出てなかったので、まあ、ちょうど今も調子はちょっと良くないですけれども、自分としては毎試合ベストを尽くそうと、毎日一生懸命やってるので、これからもいい形で、いけるように頑張っていきたいと思います。金本監督も後半戦のキーマンにゴメス選手の名前を挙げています。ファンの皆さん大いに期待しています。 Half the season. Yeah, I meanJust play hard, you know, we still got chance, you know, a lot of game left, just play hard and try to win. まあ、一生懸命やっていきたいと思います。まだまだチャンスがあると思うので、自分としてもしっかりと、いいプレーをしていきたいと、そう思います。見事な3打点でございました。さあ、そして場所を入れ替わっていただきまして、藤川球児投手にもお話を伺いしたいと思います。藤川投手、阪神に復帰して初めての甲子園球場でのお立ち台ということになります。阪神ファンの皆さんの声援いかがですか。そうですね、前に在籍していた時にでも黄色のあふれたこう球場だったんで最高ですね、はい、またひときわ大きな拍手が起こりましたが、藤川さん、個人的なお話ですけれども、日米通算1000奪三振を達成いたしました。ほとんどがこの甲子園球場で、一つずつ三振を積み重ねて、まあ、矢野さんやたくさんのキャッチャーに1球ずつ受けてもらってきた、それが今日なので、また今日は原口という新しいキャッチャーで、受けてもらえて、まあ、あといくつ取れるかわからないですけれども、皆さんが喜んでくれると思って頑張りたいと思います。藤川さん、一戦一個目ランナーを置いての場面でしたけれども、あそこは狙っていたんですか。そうですね、三振以外でね、アウトを取る方法がたくさん技としてあればいいんですけれども、あまり持ち合わせてないので、最後三振は狙ってましたね、はい、そして藤川さんがマウンドに上がるまで、岩貞投手が3点は失ったものの中盤見事にゲーム作りました。ブルペンでどんな思いで見守っていましたか。いや、ほとんど見てなかったですね。ゲームにね、あまり入るというよりは、今日本当にこの黄色いユニフォームがこう甲子園にたくさん見れて、なんか普段、この前のカードまで少し重かったような気はしたんですけれども、この色でなんか選手もすごく活気が出たような気がします、はい、そして今シーズンは先発から、そして中継ぎというポジションに、まあ、戻ったといいますか、そのポジションの中で今シーズン超変革、金本監督掲げていますが、ベテランの藤川投手から今チーム状況、それから今後に向けてどのように身構えていますか。ちょっと これだけたくさんの、ね、人の前でその超変革っていうのを僕個人からこう発言することはすごく軽いと思いますので、監督に聞いてください。わかりました。さて藤川投手、
これで甲子園球場の勝利がおよそ1ヶ月ぶり、この後は六甲おろしで阪神ファンの皆さんが大いに歌い上げます。阪神ファンの皆さんに向かって、まずはじゃあゴメスさん、阪神ファンの皆さんに向かって一言お願いします。 Yeah, like I say, we still got chance. We're gonna keep fighting to make our fans happy and we wanna win. まあ先ほども言いましたけども、まだまだチャンスはあると思いますんで、一生懸命プレーをして、ファンの皆様を喜ばしたいと、そういうふうに思います。ありがとうございます。さあ、そして藤川投手、締めの一言になります。六甲おろしを待つ阪神ファンの皆さんに一言お願いいたします。久しぶりの六甲おろしですけれども、今日全力で歌ってもらって、明日からも、数多く歌ってもらえるように、選手も全員で頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今日のヒーローはゴメス選手、そして藤川投手でした。試合終了は8時55分でした。放送は9時15分までお送りをいたします。